はい、今ねどこにいるかというと、ポーランドの首都のクラクフに、ことのクラクフにいます。クラクフに関しては欧州で最大のゲットがあったと言われている場所です。そして今ここがゲットに今いるところです。一応今もユダヤ人コミュニティがありまして、シナゴーグがあって、一応このクラクフとか周辺に住んでるユダヤ人の、コミュニティのマップとなっています。以前に比べたらもちろん減って、他にいろいろ散らばってたりイスラエルに戻ったりしてるんですけど、その中でユダヤ人の居住区ということでシナゴークがあったりとかね、あとユダヤの教会があったりとかします。でここは中心ということでね、まあこういう形でなって昔からずっとある建物ですけどね、こういう感じですけど、まあこういう方お店があります。この辺り周辺で、ね、撮るといい、食事したりするといいかもしれません。でここ見るとバー、生スターとかいろいろありますけど、そこのところ全部お店になってるんですね。でここで何か飲み物買ったり、食べ物として食べ物買ってみていいかなと思います。なんだろう、何のファンフレッシュなの、映画でも自分で作ってるの。でこういう感じで、お店あります。ただここでちょっと軽食でね、ケバブなんかもありますし、パパって買って食べてみるのもいいかもしれませんね、なんかお腹すいて何か買おうかな。17チップスケバブ、でこっちに行くとこういう風になってます。お土産屋さんありますね。こういう感じです。